春の目覚めの中学の思春期の時です。ある日眠っていると布団が重いなと思って目を開けると、グリーンに光る手が布団の上に出ていました。やがて僕は吸い込まれるように気づくと、体全体が抜け出て空中に浮かび、上から寝ている自分を眺めていたのです。初めて知ったのですが、それは幽体離脱という体験でした。それから上京して初めての一人暮らしの時です。あまりにも一人は寂しくて、夜な夜なディスコでオールしては疲れて帰り、ベッドにひっくり返る毎日でした。ある日、まるでギリシャ神話の神々が上から円になって覗くように僕を眺めて談笑していたのです。後日僕は導かれるように本場ギリシャでギリシャ悲劇王女メディアを主演することになるとは、その時はまだ知る由もなかったのです。